バンジャマン・ペッシュとエレオノーラ・アバニャーとバンジャマン・ペッシュはフランスのバレエダンサー・バレエ指導者、振付屋である。幼少期にジャズダンスを始め、後にバレエに転校した。1986年にパリオペラザ・バレエ学校に入学し、卒業後の1992年にパリオペラザ・バレエ団に入団した。パリオペラザ・バレエ団の個性派ソリストとしてキャリアを重ね、2005年に エトワールに任命された。パリオペラザバレエ団には24年間にわたって在籍し、2016年2月にアデュー公演を行った。2005年以降は、自らが座長と企画を務めるエトワール柄を開催するなど、プロデューサーとしても能力を見せている。フランス南西部エロー県ウェジエの生まれ。父は理学療法士で、母は専業主婦。 4歳上の姉との二人指定であった。ペッシュがまだ幼い頃に一家はアグドに転居して父はそこで開業した。地中海に近いアグドの町でペッシュは幸福な子供時代を過ごしていた。母と姉は一緒にジャズダンスを習っていたため家にペッシュを残しておくわけにはいかず一緒に連れて行くことになった。ペッシュは当時7歳くらいだったが ただおとなしく見学するのではなく、立ち上がって一緒に踊り始めていた。レッスン終了後には、気に入ったから次も一緒に行っていいと母に頼み、ジャズダンスを続けることになった。ジャズダンスの教室では、男の子は彼一人だったが、当時から踊りの才能は際立っていた。同年代の女の子たちとはレベルが違いすぎたため、一緒のレッスンはせず、 もっと年上の女性たちと踊っていた。ジャズダンスを始めて2年くらいすると、さらに真剣に取り組むようになったが、当時のペッシュには、クラシックバレエの基礎が欠けていたため、ジャズダンス教室の先生がモンペリエにいる、バレエ教師を紹介してくれた。バレエのレッスンは、週1回、土曜日の午後だったが、最初のうちペッシュはバレエを好きになれず、基礎を作るために仕方なくやっていたという。 そんなペッシュの意識を変えたのは、9歳頃に母と一緒に映画、ホワイトナイツを見に行ったことだった。映画の冒頭で、ローラン・プティの若者年を踊るミハイル・バーリシニコフに、ペッシュは見せられ、これこそ僕がやりたいことだと思った。それからはバレエにも真剣に取り組むようになり、夏季講習を受けに行った。夏季講習を担当した教師は、ルディブリアンといい、プティの アルルの女を初演したダンサーだった。ブリアンは、ペッシュの才能に注目し、パリオペラザ、バレエ学校への入学を進めてきた。両親もそれを受け入れ、ペッシュは1986年にパリオペラザ、バレエ学校に入学した。アグドからパリまで当時は、電車で5時間かかり、自宅に戻ることができるのは4週間に一度、しかも2日間のみだけだった。 最初のうちは辛くて泣いてばかりいたというが、踊ることは好きだったため、少しずつパリオペラザ、バレエ学校での生活に慣れていった。入学した最初の年は、ジャニーヌ・ギトン、4年生はダニエル・フランク、3年生はルシアン・デュートは、2年生の時にはジルベル名への指導を受けた。最終学年の時には、セルジュ・ゴロビンから指導を受け、 彼らがペッシュのルーツとなった。ペッシュが入学した時は、学校はパリオペラ座の中にあったが、翌年からパリ郊外のナンテールに移転した。ナンテールでの最初の年に、ペッシュはニコラ・ルリッシュと寮で同室を割り当てられた。当時ペッシュは最下級の5年生、ルリッシュは最上級の1年生だったが、2人は仲の良い友人となった。 ペッシュは1992年にパリオペラザバレエ団に18歳で入団した。ただし学校でペッシュと同級だった男性ダンサーでは他に入団できた者がいなかった。バレエ団に入団しても彼自身の感覚では何も変わらなかったという。学校時代と違って自分一人の生活を始めねばならなかったが、ペッシュはその生活を気に入っていた。 バレエ団への入団は簡単なことではなかったが、入団後も次の地位に進むための昇進試験が毎年実施されていた。この昇進試験は厳しいもので、ダンサーたちにとって相当に辛いものであった。ペッシュ自身も入団後に受けた最初の昇進試験に合格することができず、大きな失望感を味わっていた。そこでペッシュはバレエ団の外に目を向け、 バレーコンクールへの出場を決意した。1994年、当時19歳のペッシュは、バレーコンクール、マヤに出場した。このコンクールは、サンクトペテルブルクで開催され、その名の通りマイヤ・プリセツカヤが審査委員長を務めていた。ペッシュは、グランプリと金賞を獲得し、プリセツカヤの地遇を得て、ヨーロッパ各地やサンクトペテルブルク、 モスクワなどで開催される柄公演に出演するようになった。柄公演に出演する他のダンサーたちは、プリンシパルクラスばかりだったため、ペッシュは単なるコールドバレーとしてではなく、プリンシパルダンサーとしての仕事を学び始めることができた。パリオペラザバレー団の先輩にあたるマニュエールルグリも、ペッシュを認めた一人であった。ルグリが、座長公演、ルグリと輝ける仲間たちを始めたとき、 ニコラルリッシュやカロル・アルボなどのエトワールたちと一緒に、当時はコールドバレーの一員だったペッシュをメンバーに加えた。ペッシュはルグリのこの計らいによって、日本やパリでプリンシパルダンサーとして踊る機会を得ることになった。オペラ座ではカドリーユから始まって1994年にコリフェ、1997年にスジェに昇格した。1999年に ルドルフ・ヌレーフ版、ドン・キホーテでバジルを踊り、その一週間後に、プルミエラン・スールに昇格した。プルミエラン・スール昇格後のペッシュは、バレエ団のほとんどすべての作品に出演して、個性の強い役柄から王子役まで幅広い役柄をこなし、周囲から、エトワールの座を期待されるようになっていた。2005年の9月に、パリオペラ・ザ・バレエ団は、北京と上海で公演を行った。 そのうち上海での公演では、特別に、アルルの女とジゼルを一番で上演するプログラムが組まれていた。当初、ペッシュはアルルの女一公演のみに出演する予定であったが、北京でマニュエルルグリが負傷したために、代役で全公演を踊ることになった。その後上海に移動したところ、ジゼルを踊る予定だったジョゼ・マルティネスも負傷し、ダンサーが不在の状態にまで至った。 そこで、急遽、ペッシュが二つの作品を続けて踊ることになった。ジゼルのタイトルロールを踊った、オーレリー・デューポンとは初めて組んだが、リハーサルもなしで、舞台本番に臨んだ。その後、二十分の休憩のみを挟んで、アルルの女を踊り抜いた。公演終了後、ペッシュはエトワールに任命され、芸術監督のブリジットル・フェーブルから、エトワールにせずにいられないわ。 素晴らしい舞台だったからとの賛辞を受けた。ペッシュ自身は長期にわたって、エトワールに任命されなかったことについて、長い間エトワールになるのを待ったことを、後悔していませんと発言し、今までのダンス人生に、何の後悔もないし、疑問に思ったこともありませんと続けた。別のインタビューでは、完全に解放されましたと言って、 エトワール人命というプレッシャーから逃れたことを今はとても自由で晴れ晴れとした気分ですと喜んでいた。ペッシュはバレエダンサーとして踊る以外にもプロデューサーとして優れた手腕を発揮している。世界各地からダンサーを集めたエトワール柄の他にもパリオペラザバレエ団のダンサーのみで組織した柄公演ラブフロムパリを企画していずれも好評を得ていた。 エトワール柄は彼のエトワール任命に先立って2005年7月に第1回が開催されていた。ペッシュはエトワール柄の座長格として企画の段階から携わっていた。この柄公演には2年半の準備期間が費やされ、ペッシュはその期間中に自分の仕事を客観的に見ることができるようになったという。これは彼にとって有意義なことだった。後にペッシュは エトワール柄について、自分がエトワールに任命されたのはこの柄をやったおかげだとして、僕の人生において最も素晴らしい出来事だったと思っていますと解雇していた。エトワール任命後のペッシュは、クラシックバレエやロマンティックバレエの諸作品の他に、ローランプティのクラビー語、モーリス・ベジャールの火の鳥、ピエール・ラコットのパキータ、アンジュラン・プレル・ジョカージの ルパルクなど様々な作品を踊っていた。かねてからの希望だったというジョン・ノイマイヤーの椿姫もそのレパートリーに加わった。ペッシュは2016年2月20日にアドゥ公演を行った。この公演で彼はエレオノーラ・アバニャートを相手役としてプレルジョカージのルパルクを踊った。ペッシュによれば腰を痛めたせいで、 アドゥー公演の2年くらい前にはすでに舞台から退いたという感覚があったという。腰のせいでジャンプができなくても別の踊り方や表現を見つけることによって踊り続けることはできたが舞台に立つ回数は減り、レパートリーや役柄も違ってきていた。そのためペッシュは身体面において当時の彼にあった役柄を踊って楽しんでいた。アドゥー公演後は 当時のパリオペラザバレエ団芸術監督、バンジャマン・ミルピエの下で副芸術監督の地位を2016年7月15日まで務めた。その後は、同じくパリオペラザバレエ団のエトワールで、ローマ歌劇場バレエ団を率いているアバニャートの誘いに応じて、ローマ歌劇場バレエ団の副芸術監督として1年間の契約を結んだ。 アデュー公演後の2016年8月に開催された第5回エトワールガラではアデュー公演と同じくルパルクを踊るとともに東日本大震災後に悲しみに寄り添いたいとして自ら振り付けを行ったスターバト・マーテルを披露した。ペッシュはパリオペラザ・バレダンでの24年間を振り返って全く悲しくない。42歳までキャリアを全うできて嬉しかったと総括し、 学んだことを伝えていきたい。日本との関係も強めたいと語っていた。ペッシュはアルー公演より前に行われた三浦正志との対談で今後のことについてコリオグラファーになるつもりはないとしながらも将来はカンパニーの芸術監督になりたいとの希望を語っていた。バンジャマンペッシュと仲間たちのようなグループ公演は趣味ではないとしてエトアール柄や ラブフロムパリのように素晴らしい人材を集めて、舞台裏から組織したり、プログラムを考えたりしたいというのが彼の意図であった。彼自身の評価によれば、ウィリアム・フォーサイスは、最盛期を過ぎているし、ピナ・バウッシュのスタイルももう終わりを迎えているとして、新しいコリオグラファーにチャンスを与えていきたいと発言していた。ペッシュは自らについて、人見知りしない性格で、人間が好きだし、 彼らの話を聞くのも大好きと述べている。パリオペラザバレエ団はもとより、外の世界にも友人がたくさんいて、その中には、テレビやアート界の人々が多い。過去に出会った多くの人々の中で、プリセツカヤとルグリは彼をダンサーとして、成長させてくれた恩人であった。ペッシュもグループ公演をプロデュースしていく過程において、若いダンサーたちを抜擢して、チャンスを与えるなど、かつて、 プリセツカヤとルグリが自分を育ててくれた時と同じ道を歩んでいるため、そこに運命を感じるという。ペッシュはクラシックバレエやロマンティックバレエの諸作品はもとより、モーリス・ベジャールやローラン・プティなどの現代の振付け映画創作した作品やコンテンポラリーに至るまで幅広いレパートリーを踊りこなすダンサーである。ペッシュはルグリと自分を比較して、 彼のような強いテクニックもないし、僕はむしろ演技を得意とするタイプですと述べた上で、ただのパを貫いたデモンストレーション的なダンスより、演劇性の強い物語性のあるダンスが好きですと語っていた。彼は、ベジャールの作品よりもプティの作品を多く踊る機会に恵まれていたため、自分のレパートリーとして完璧に合っていますと分析していた。スジェの昇進試験では、アルルの女を踊り、 プルミエダンスウールへの昇進試験の時にはノートルダムドパリを踊っていた。さらにエトワール任命の契機となったのも上海でアルルの女を急遽踊ったことだった。実際に彼がバレエの魅力に目覚めたのは8歳の時に見た若者都市の感動からであり、プティとの縁は深かった。プティ自身からも若者歳を踊るべきだと勧められたが8歳の時の感動をそのままにして、 起きたかったために断っていた。三浦正氏は前景の対談でとても演劇的な作品だから、プティ自身もペッシュさんが踊るのを見たかったと思いますよとの評価を伝えていた。踊りの上でのパートナーはペッシュにとって大切な存在で、パリオペラザバレエ団のエリザベット・モーラン、レキティア・ピュジョル、エレオノーラ・バニアーとマリーンスキーバレエのディアナビシニオワが特に好きだと評価している。 ペッシュは一人で踊るのはあまり好きではなくパートナーと一緒だと多角的というか多機能的なダンスを作れますと舞台上での表現の広がりに言及していた。フッツ・カドリーユ。パリオペラザバレエ団の階級では一番下である。主にコールドバレエを踊るダンサーが所属する。フッツ・コリフィ。パリオペラザバレエ団の階級ではカドリーユの上、筋の下で主に コールドバレエを踊るダンサーが所属するが、作品によってはソロに抜擢されることもある。フッツ・スージア。パリオペラザバレエ団の階級では、コリフェの上で主にソロを踊るダンサーが所属する。作品によっては、主役級を任されることもある。シュジェと表記される場合もある。フッツ・プレミアドーンスア。パリオペラザバレエ団の階級では、上から2番目に当たり、 エトワールの元、スジェの上で、ソロや主役級、準主役級などを踊るダンサーが所属する。女性の場合は、プルミエールダンス、ずと表記する。最上級にあたる、エトワール以外は、毎年12月に行われる昇進試験によって決まる。オーレリー・デューポンのアデュー公演を収録したものである。教師として、パリオペラ・ザ・バレエ団の後輩ダンサー。 ジェルマン・ルーベとオニール8歳を指導している。ありがとうございます。